ジムに毎週3回通っているっていうのはすごくスタイルキープもそうですし、私の中でのストレス発散もなってるかなと思いますね。あとはまあ食事については、多少もちろんタンパク質多めに取ろうとか気をつけてはいますけれども、どちらかというとこうストレスをためないようにと普段から思っているかなと。食べるのは本当に大好きで、それこそその気分転換をしたいなっていう時は大好きなお肉、焼肉食べに行ったりとか、あとはすごく甘いものも好きなので、それもあまりたくさんはもちろんあれですけれども、食べたいなと思った時には自然に食べるようにしています。やっぱりストレスためないことの方が一番自分らしくいれるので大事かなと思いますね。